天下一 FM。 こんにちは、パーソナリティの池根です。格闘技イベント天下一プロデューサーのひろとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。格闘技イベント天下一の大会名がついているこの番組では、選手や関係者をゲストに迎え、格闘技や大会のことはもちろん、裏側や選手の素顔にもスポットを当ててお送りしていきます。気軽に楽しんで聞いてもらえたら嬉しいです。はい。普段はですね、芸能事務所のマネージャーをしている格闘技初心者の私と、元キックボクサーで県内初のキックボクシング世界チャンピオンになったひろとさんと同じコンビのでお届けしていましたが、何か起こったんですよね。そうですね、はい、実は今週から変わります。変わります。変わります。ちょっと早く呼び込んでください。ちょっともうね、恥ずかしくて。雑な感じで変わります。世界チャンピオンになったひろとさんって同じコンビのじゃないですか、はい、同い年のコンビでの。そこ言わないとちょっと。あ、すいません、申し遅れました。私、はい、池根さんがマネージャーをしている会社オリジンコーポレーションという芸能事務所に所属しております、はい、お笑いコンビノーブレーキのポジティブ歩と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、はい、そうですね、まあ、何者かと言いますと、まあ、小刻みインディアンさんとかね、まあ、純選手とかが所属している事務所の後輩芸人ということで、まあ、芸人です。はい、はい、それを覚えていただいたら幸いですけれども、はい、ただの芸人が僕呼ばれたわけじゃないんですよ、ひろとさん。はい、ひろとさんとはもちろん面識もありますし、はいはい、僕すごい格闘技が大好きで、うん、沖縄県にいるね、お笑い芸人トータルしても僕が一番お笑い、格闘技が好きなんじゃないかって自負してるんですよ。そうですね、はい、はい、うん、軽そうですね、じゃないですよ。基本的に軽いっす。基本的に軽いふわふわって。でひろとさんとは僕はお店バーもやってまして、はい、ナナハベースという、あ、ごめんなさいね、うん、宣伝になっちゃうんですけど、うん、まあ、バーにひろとさんもちょっとプライベートで遊びに来ていただいて、うん、で、まあ、うわって興奮してね、あ、ひろとさんよろしくお願いしますみたいな感じで、それが付き合いの初めですよね。そうですね、だからもう本当飲んでる席でしか、というか私がね、はい、私が飲んでるところでしか会うことがなかったんですけど、しかも僕もなかなか忙しくて、うん、店内でも会うことが少なくなってきたっていうね。そうですね、のか何なのかっていうところで、はい、数日前行ったら、はい、テキーラありがとうございます。あ、いやいやいや、ちょっと僕遠方にいたのでね、スタッフに連絡してひろとさんにテキーラをプレゼントしてくれっていうね、そういう感じではあるんですが、はい、まあ、お仕事をするとなると、なんかちょっと急に緊張してきたなって思うんですよ、うん、しかも元世界チャンピオンのひろとさんと、はい、こういうね、格闘技の番組に、うん、携わらせていただけるっつうのはもう僕はすごい光栄です。いや、だからもともといけねえとも、うん、こう、はい、なんだろう、喋るの素人でなんかやっていくような感じで流れだったんですけど、はいはい、なんかプロが来ることになって、もう一安心というか。ちょっとちょっと、はい、もう私はどうなんですか。いやいや、だからね、我々素人で頑張っていこうっていう話だったんですけど、ね、まあ、そうですよね、うん、本当に喋ってみてもね、声の音量がまず違うし、そうそうそう、ミキサーも IM のボリュームめちゃくちゃ声ちっちゃいですよ。もっとこうはつらつとね、格闘技の良さを割れる割れる僕この番組を通して知っていただこうということですから、はいはい、しかもひろとさんはあれですよね、うん、チャンピオンを経て、はい、世界チャンピオンを経て、うん、今こう弟子を育てるじゃないですけども、この指導の立場に回って そうですね、はい、活動というか頑張ってらっしゃるんですよね、うん、はい、でジムを運営されてるってこと聞いたんですけど、改めて。そうですね、沖縄県内、7店舗あるうちの4つの店舗はちょっと管理者とさせてもらって、はい、ワイルドシーサーグループですね。ワイルドシーサーグループと、はい、ワイルドシーサーグループのワイルドシーサー那覇支部、那覇支部と社員沖縄、沖縄ですよ。あとはアスキジムと、アスキジム、はい、浦添にあるアスキジムと、あと、はい、石垣にあるワイルドシスター石垣も、はい、なんで最後なんで石垣のことはちょっとちっちゃく言ったんですか。いや、ちょっと、ね、いやいや、地元なんでね、ちょっと恥ずかしい。いいじゃないですか。まあこの放送はあれですよね、もちろん YouTube でも、はい、聞くことできますし、見ることもできると、見ることもできます、うん、で、ポッドキャストというかね、そうですね、はい、はい、ネットでもう検索してもらって聞けますし、はい、ます、78.0 ね、今のな、うん、リアルタイムで聞いてる方はその周波数に合わせて聞いていただけると、はい、そうですね、はい、もうぜひぜひね、メールの方もお寄せいただいて、まあ、僕の自己紹介も兼ねて、はい、今日はまあちょっと僕が単純にひろとさんにいろいろミーハー気分で、うん、はい、質問をしていこうかなという回になっちゃうと思うんですが、あ、いいですね、はい、ラジオお聞きの皆さんもしばらくお付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いします。お願いします。とその前にですね、まあ、お近づきの印にじゃないですけれども、はい、ひろとさん最近あのお誕生日をね、そうです、迎えたということで、はい、私あのお誕生日プレゼントを持ってきました、はい、おめでとうございます。本当ですか？なんか全然聞いてなかったから。なんですか？いや、これサプライズ。驚きました？驚きました。いや、おめでとう。ちなみにおいくつになられたんですか？36です。36歳、うん、あ、でも見えない、やっぱね、スポーツアスリートは若々しいですね。いや、はい、まあおべんちゃらこの辺にして早速、はい、まあ、プレゼント私用意してきました、はい、僕ですね、まあ、誰かにプレゼントをあげるときは、はい、ちょっと考えることが一つだけあって、はい、本人がお金を出して買わなそうなものなんですよ。なるほど。要は、はい、例えば、うん、アスリートでいらっしゃいますから、はい、プロテインの詰め合わせとか持ってるじゃないですか。そうですね、はい、とかあとこの握力、うん、この練習するギュッギュッギュッって絞る、うん、ちょっとしたあのプチサイズのトレーニング器具とかも持ってらっしゃると思いますし、はい、もうひいてはあのミットとかグローブとかをプレゼントされてももともとね、はい、愛用のものがあるし、そこが形があって最初新品だったら怪我しちゃいますからね、はい、僕ちゃんとその辺を踏まえつつ、はい、あとひろとさんが、はい、すいません前置き長いですけど、うん、はい、キックボクシングプロの格闘家ということもあって、うん、やっぱ今物騒な世の中ですから、はい、例えばひろとさんが道歩いてて、はい、誰か悪いやつにわって襲われた時、はい、プロですから、はい、やっぱりちょっとさ手出せないんですよ。確かにこのもう銃刀法違反というもうことになってしまいます。もうプロの選手が一般の方に手出しちゃいけないんですよ。うん、じゃあ実際この誰か道歩いてて暴漢に襲われた時にどうするかっていうふうに、はい、僕プレゼントこちら、はい、どうぞ。いいんですか？開けてください。びっくりしました。ありがとうございます。開けてみてください。はい、開けてみます。早速近くのね純駆動さんに行ってね。ちょっとちっちゃめですね。はい、ちょっとサイズ感はちっちゃいですけれども、何だろう、ひろとさんのこの身を守るためにこちらです。防犯ブザー。防犯ブザーを今回プレゼントさせていただきます。うん、買わない。絶対買わないです。絶対買わないです。でこれ今も電池ついてますから、でちなみにこれ100均じゃないですからね。ちゃんとあの本当にリアルに1500円ぐらいしたやつなんで。ああ、しかも防水。生活防水です。ああ、でいつでもこのポケットにかけて、ちょっとしたトレーニングでランニング、雨降っても大丈夫ですし、はい、でランニング中に防水なんだ。このランニング中に昔のライバルみたいなやつが逆らう道を襲ってきても、はい、大丈夫。これで助けてくれた。助けて。ちょっと電池入れて鳴らして。いいですか？いいですか？いや、あまりにもびっくりしてきましたよ、本当に。なんですかこれは。本当に、いやいや、やっぱ格闘技をやっているとはいえ、やっぱりね、外ではその、はい、リングの下では、はい、もうその力を、ね、振るってはいけませんから。絶対使わないです。これあれだ、あのベルト、しかもちゃんとベルトもにちゃんとかけられるような、このああいいなこれ。本当かよ。電池を入れていただいて、ただこれ電池入れるところが、はい、多分これあれがないと、ドライバーがないと、あら、ほら厳重な感じですよ。簡単に電池持ちない。本当だ、そうですね。本格的すぎ。ちょっと今キレさんのスタッフの方に電池開けて、いや鳴らしたい鳴らしたい、でも電池聞きたいですよね。聞きたいです。OK です。行ってみてください。はい、あ、僕じゃあパッと行ってきていいですか？じゃあ渡してきていいですか？あ、はい、と雑談しておきます。じゃあ僕開けてもらってきます。小さいやつ、はい。いいでしょ、ほら。いやー、びっくりしたな、これは本当に。そうですね。身の危険を感じたら即座に警報、ベルト付きブザー。でもヨットさん、なんかあります？はい、夜道歩いててちょっと怖いみたいな。いや、ないないですよ。一切で何も感じたことないですけど。ああ、最近朝トレーニングしてるんでしたっけ？はい、そうランニングしたりとか。ランニングしたり、はい、早いですよね、時間もね。そうですね、まあ起き次第なんですけど、まだ7時とか、7時から10時の間ぐらいでバラバラなんですけど。なるほど、うん、まあ飲みちょっと、ね、終わりのまだスタッフさんがいなかったので、はい、後でまた別で通りましょう。はい、わかりました。はい、実はですね、ちょっと私もあります。あれ、プレゼント、あらら、持ってきました。本当ですか？ちょっとなんか歩の自分で買わないっていうのを聞いて、はい、なんかうわーと思ったんですけど、はい、いやいや、それがあのもらった本人が嬉しいかどうかですからね。ですね、はい、うん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。ありがとうございます。どうぞ。なんか
すげえ。これは欲しかった。あれも欲しかったですよ。ベルト付きブザーも欲しかった。見ましたこれ。身の危険を感じたら即座に警報。すぐなりますから。はい。押してください。さあ、イケネさんのプレゼントは何でしょう。おお。ご覧いただきたいと思います。そうそう。私は逆にですね。はい、あのひろとさんいつもビールとか。うん、おこれでも普段買わないです。これはそうですよね。あと、うん、なんかちょっと高めのエビスとか高いんでビールですね。そうそうそう、発泡酒じゃなくてね、はい、発泡酒ばっかりなんで買うのいや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 、ありがとうございます。しかも サントリー プレモルから先に出してくれるっていう、うちのヒープが、ね、うん、そうですね、宣伝してる。美味しいですよね美味しいですよね、はいはい、というわけで池根さんからのプレゼントはサントリーさんのビールとそしてハイボールの詰め合わせです。おめでとうございます。あ、よかった、めっちゃ嬉しいなこれ、本当にありがとうございますでもこれ飲みながら外歩いてて危なくなった時にブザーを鳴らすそうです、酔っ払って怪しいやついるなって、あ、ね、あ、ぜひぜひ。あ、完璧です。鳴らしたい、これ絶対聞きたいですよね。聞きたいです、本当に聞きたい聞きたいですよね。多分外で鳴らせないんで。そうですよね、ちょっと防犯ですからね正直ってどっちが順位つけるとしたらいないうちに行ってきましたね、ビールスやったー、いないうちに行ってきましたねそうそう、いつもなんか、うん、ノーブリーキのオリジンアワーっていう、うん、はい、FM のハサンでやってる番組でプレゼント順位を決めたりするんですよ、はい、へー、そうそうそう、やったいつも歩のプレゼントがなんか微妙じゃねって自分的に思ってたので、うん、はい、ちょっと買ってよかったですいやでも本当に想像もマジで面白いですね、やっぱ芸人さんだから、はい、やっぱり面白いですね本当に、このやることというかそうですね、多分ひろとさんの周りも誰も思いつかないみたいな、うん、そうですね、絶対プレゼントしないだろうっていう、うん、ものが来ましたね。まさに買わないやつですね。絶対買わないですよ。あゆむまだスタッフさん探してますね。放送内にちゃんと鳴らすことができるのか。できるのかどうかっていうのもちょっとお楽しみっていう、ね、はい、ところですかね。聞きたいと思いますみんなこれね。聞きたいですよ。そうですね。はい。いやでもなんかねちょっとそうあゆむが、まあ、格闘技好きっていうの、はい、聞いてたので、はい、そうどうかなと思って、まあ、あのこのパーソナリティですね、はい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 、と思ってちょっとあのうちのありました、ドライバー、あ、ありましたか、ありましたか、よかったこれをですね、それ小さいサイズ、あ、いけるなこれ、いけそうですね。いやでもあれですね、なんか普段マネージメントしてる芸人の前で、はい、なんかこう喋るみたいなのはめっちゃ恥ずかしいですね。恥ずかしいんですか？恥ずかしいですね。本当に。なんかごめんなさいって気持ちになります。なんで？噛みまくるしみたいな。いや、 やっぱもう喋りのプロなんで。どうなんですか？イケネさんは仕事してるんですか？してますよ一応。イケネさん仕事してますよ。してるはい。そこの顔は見たことないんで一度。あ、そっか。はい、ああ。今度さんが知ってるのは酔っ払ってるイケネさんでしょ。そうです。酔ってるガナベで座って一人で飲んでる。イケネさんとはそもそも飲み友達みたいな。もともとそうですね。そうですね。はい。はい、でなんかまあ、はい、飲んでる時に盛り上がった話で、うん、ラジオやろうぜみたいな。はい。そう。で始まった番組天下一 FM、 はい、天下一 FM、 あ、そうなんですね、始まったんですけど、でももう本気であの天下一大好きなんで、はい、はい、なるべく聞いたことない人見たことない人にも、うんうん、見てほしいなっていう、で実際あのワイルドシーサーで練習にも行ってましたよね、確か池根さんね、そうですねあれから行ってますか、ちゃんと、あれから行ってないです、来てない一回来て、はい、で1回目だからちょっとあまりきつくするとやっぱりこうね、なかなか通いづらいかなと思って、ちょっとすごい優しい、楽しいぐらいで行ったんですけどね、はい、ちょっと作戦ミスりましたね、来ないです、いやそれでダメだったらもうダメでしょちなみにその時の練習内容っていうのはどういう練習内容、体験コースぐらいの感じですか、うん、そうですね、最初に、はい、ストレッチをして、はい、でまあトレーナーさんかな、先輩かな、女性の方が、はい、一緒になんかやってくれて、女性のトレーナーさんもいらっしゃる、ね、います、います、斬新ですね、そうそうそう、すごい楽しい、話しやすいし、はいはいはい、から縄跳びしたりとかしたりして、
で、はい、なんか縄跳びきつくなかったですか？めっちゃもうこのなんか中でやった中で一番縄跳びきつかったです、うん、一番きついと思いますよあれ、ね、もう縄跳びきついですよね。そうですね、うん、でもまあまあなんか縄跳びずっと何年も飛んでなかったんで、あ、飛べた、ね、小学生ぐらいの頃から飛んだ人いないですから、ね、というのをひょっとしたら僕も実は、はい、あの他の、ジムなんですけども、うん、はい、キックボクシングを通っているんですよ。はい、よく聞いております。よく聞いてますよ。はい、歩さんもなんか、はい、どっかで、ね、芸人さんだったりとかその、はい、方と飲んだりするときに歩もなんかやってるよと聞かれたり。いや、誰ねそんなことひろとさんに言うやつ、はい、恥ずかしい歩もやってるよじゃないよ。チャンピオンに言う話じゃないですよね。チャンピオン、いや僕はもともと格闘技が好きで、はい、プロレスから総合から、うん、まあ、もうカポエラとかもう本当に総合的に好きで、はいはい、で、まあ、柔術も好きで、うん、ご縁があってキックボクシングをちょっと始めさせていただいたんですよ、はいはい、でやっぱ僕体型がやっぱぽっちゃりなので、はい、筋肉がつい腹筋が割れたことがないんですよ今まで。え、腹筋の割れた時代がなくて、はい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 、ずっとぽちゃっとしてて、でトレーニングジム、まあ、あの何て言うんですか、器具があるようなとこ、キックじゃないとこのジムに行った時に、はいはい、最初にこう計測とかいろいろして、うん、筋肉量とか調べる時に、はい、その時に言われたのが、ガナハさん顔はすごく男っぽいけど、はい、あのデータ的に見たら女の子だよってこの死亡率が 27% 筋肉量も少ないし、本当に女性ぐらいですねっていうぐらいなので、キックを始めさせていただいたんですけど、やっぱ格闘技がもともと好きっていうのもあって、練習してはすごく楽しいです、やってて。でも一番やっぱり縄跳び3分2ラウンドがきついですね。みんな言いますね。そうなんですね。でね、あの他のプロの選手とかの縄跳びの跳び方見ていると、はい、やっぱこうなんていうんですか、トントントンみたいな、この、はい、両足跳びじゃないんですよ。はいはい、めっちゃ軽そうにね、めっちゃ軽そうにするんですよ。飛ぶなんか距離は短いっていうか、短いです、低くて、そうそうそう、楽そうにやってるように見えるよね。でフットワークをやっぱ鍛えるためですよね。すごい、いやあれが、ね、できるようになりたい。あれができたらもかっこいいですからね。確かに、あの飛び方、しかも多分ヒロトさんとかもプロのレベルだと、うん、縄自体が重いですよね確か。そうそうそう、あのタイロープって言って、そうそう、なんかね、うん、太いやつ、そうそうそう、あれ当たったら痛いんですよ。痛そうですね、はい、そうなんです、重さ違うんですよ。冬場とか初めて知った。素足でやりますからね、痛いですよね。痛いですよね、甲とかに当たったら。やっぱ痛いんですね、チャンピオンも。痛いです痛い痛いですでもまあ全体的には楽しいです、体験した時は。もう縄跳び飛べただけで、飛べてる飛べてる、えらいえらいみたいな、あ褒めてくれる、褒めてくれるんですね、褒めてくれる、めっちゃ楽しいです、うん、で僕の話になるんですけど、はい、その練習して試合に出てみないかってことで、はい、アマチュアの試合に出たことがあるんですよ。あ、そこまでは知らなかったですね。そこまで出させていただいて、うん、はい、最初カーン、あ、でもアマチュアなんで、はい、3分2ラウンド、はいはいはい、で勝者なしの、はい、あの引き分けみたいな感じで、はいはいはい、やつのこの、まあ、ノリというかね、うんうん、でなんですけど、僕は当時体重が61になったんですね。今74キロあるんですけど、うん、はいはい、で対峙した相手が、まあ、同じぐらいの体重の、まあ、身長長身の方、うん、僕よりも多分5センチぐらい高い方で、カーンってなってこのグローブ合わせるじゃないですか、はい、よろしくお願いしますって言って、グローブ合わせた瞬間ですよ、うん、僕あなたに何かしましたかっていうぐらいボコボコにされました。いやいや、初めましてですよね格闘技は。え、何か言いました僕ぐらい。やられました。恨みとかじゃない、そこでもう心が折れて、はい、ただやっぱダウンはしなかったです。あ、いや結構痛かったですけどね、やっぱり、ね、これ最初最後です、最初最後です。あ、あ、でもそれが原因でジムに行かなくなったってわけじゃなくて、はい、単純にその忙しくなったりとかでどんどん行けなくて一回休会して、はい、今またさっき言ったように74キロで一番多分太ってるので、はい、また練習一応再開はしてるんですけど、本当にエクササイズ感覚 で、はいはいはい、でやっぱりその日一日練習時間はだいたい1時間弱なんですけど、うん、きついんですけど、うん、その日一日すごく軽いです、軽やかになります。いや本当そうなんですよ、練習きついのに、うん、不思議ですよね、はい、なんで私も最近ずっと引退してから動いてなかったんですけど、はい、たまたまちょっとランニングする機会があって朝、はいはいはい、そしたらもうなんかこう違うんですよ、一日が覚醒しますよね、うん、すっきりしちゃって、すっきりしますよね、不思議と、うん、きついことやってるのに、いいな、朝のランニング始めようかな。じゃあまずジム行け、ワールドシーサー行ってくださいよ。
来てくださいよ。来てくださいよ。今もやばいので、はい、ちょいちょい声もかけてるんですけどね。今日あの空きがあるとき、クラスに空きがあるときは今日空いてますよ。レジ来ないんですかつって、はい。いつもごめんなさい、今日飲み会です。大体飲み会です。いや飲み会も僕だから飲み会がある日に行くようにしてるんです、練習。ああ、はい、なんか罪悪感が残らないためにというか。なるほど。暴飲暴食しちゃうんでやっぱどうしても。あ、そういう。その前にまああがきになりますけど、うん、1時間半ぐらい練習して飲み行って、うん、で次の日もやっぱ2日残り変わりますからね、動いてたら、うんうん、体勢良くなりますからね。そうみたいね、うん、はい、ぜひぜひ、まあ、もうぜひやってみたい方はもう、うんうん、さっきね池根さんもひろとさんたちのジムは優しく教えてくれて、はい、いいぞいいぞって褒めてくれるみたいなんでね、うん、最初の方は楽しいです。ぜひぜひぜひよろしくお願いしますということで、はい、あ、そろそろちなみに、はい、なりま、あの、あ、電池入れました。おお、来ました、来ました、プレゼント。僕がプレゼントしたひろとさんへの防犯ブザー、これでもひろとさんは安心です、はい、自分の拳を振ることないですか。ちょっとマイクに近すぎません、大丈夫ですか。どんな音が鳴るんですか。どんな音になるんですか。これ遅いんですよね。ちょっと僕がじゃあ襲いますか、わーっと、はい、ひろとさんがランニングしてた、はい、走ってる走ってる走ってる茂みから僕防寒が出てくる、こらー、お、ならない、あれならない、なになに、そのちっちゃいとこ、同情し、いや違う違う、これただなんか見せかけのボタンだ、これ見せかけのボタン、これだ、小さい小さいところですか。え、怖い怖い、なんか大きいとこな感じ。あ、そうです、これスピーカーです、今押してたとこ。ああ、すみません危ない、襲われてました、ね、こんなでかいんですか、じゃあスピーカー、すごい音が鳴る、怖いですね、ちょっと、ま、マジでマイクから話しますよね、はい、話してください。じゃあ僕襲いますよ、ひろとさん、はい、ランニングして朝ランしてる、はい、恨みがある、はい、昔負けた人、昔のアウトされた相手が逆恨みして、はい、なんか棒持ってる、はい、わー、わー、あー、あー、あれ、意外とちっちゃい。でもね、まあ、うん、まあでもすごいいいよ。なんかもっと迫力なら、ブラーとかなんか出てくるかなと思ったら、ピラ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 ってなってました。あげー、そんなもん。これは、あ、でもなんかこれリアルな音じゃないですか。うん、なんかもう一回いきますよ、うん。なんかリアルな、なんか車とかの防犯の、あ、もうよく聞くやつ。周りの人は何があったんだってしますよね。絶対見ますよね。絶対助けには来てくれますよ。どうしたんですかって。はい。ほら、これ。ひろとさんが鳴らしてるとこんなこうタッパもあって、そうそう、体格もいいのに鳴らしてる。いや逆になんか私が防犯す、なんだろう、あの、なんていうんですか、防犯されてる側っていう、ああ、加害者みたいになってる、見た時どっちみたいな。いやでも自分では絶対買わないから、絶対買わないですね。なんかさっきお話聞いたら、なんかこの、はい、なんか別の 番組というか FM 内で、はいはいはい、なんかプレゼントをしてそのランキングをつけるとか、なんか、あ、企画をやりましたね、はい、そうやってこっそり聞いたら私が買ったよ。え、プレゼント何ですか。私のプレゼントが欲しかったって。ちょっと、まあでもね、いいんですよ、落ちどころとしては、はい、いやでもこれ絶対買わないですもん。じゃあ使う機会があるかどうかが本当にもうジムに置いててもいいですよ。そうですね、道場破り来たらもう鳴らしてください、これ。ああ。ジムの方がより鳴らさない。すごいなんかこう、うん、いいですね。どっかの、 あれで、あの、ガナハベースで鳴らします。いや、他のお客さん気になるわ。ちなみにあの親戚とかに、はい、うん、あのちっちゃい子とかいらっしゃいます？います、います。小学生とかいます。に渡してもいいかもしれないですね。そうですね。今、なるほどね、誘拐確かにされないように怖い。はいはいはい、なんか。いいですね、うん、プレゼント、はい、ありがとうございます。ヒロと兄ちゃんは普段忙しくて、ね、急には守りに行けんから、うん、これ鳴らしてくれよと、はい、よかったら、うん、俺の代わりに、そうそうそう、って言っていいですね。もう展開するでね、はい、というイベントのグッズとしても販売したいじゃないですか、はい、もうこれ真の防犯はこれだって。いやいやいや、ジムに来なくなりました。はい、と、はい、いうことでね、はい、いやいや、もう楽しかったですよ、楽しかったですよ、はい、そろそろねエンディングなんで、そうです、最後に、はい、ね、はい、まあ、まあ1ヶ月でしたが、私あのミキサーでいるのでちょいちょい話に入ってくるかもしれないんですけども、ど、はい、これから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。いや僕本当にすごい興奮してて、やっぱ元とはね世界チャンピオン
だった格闘家の方と、はい、僕が好きな格闘技のお話をしていけるということで、はい、まあ、今後ね、はい、番組が続いていくにあたって、はい、まあ、知識も増えつつ、はい、まあ、僕もなんか心身ともにちょっとね格闘技にのめり込みつつですね、一緒にね成長できたらなと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、じゃあエンディングいきます。はい、この番組はボクシング&フィットネスワイルドシェフ社員沖縄居酒屋ユニークの提供で、はい、ここでお知らせです。はい、お願いします。はい、あと1週間後ですね。そうですね、はい、9月の8日8日に、はい、天下一95すごいですね、はい、100回までもうちょいですね。そうなんです、来年100回大会に向けて今これから頑張ってるところであるんですけど、はい、まず一つの大会で、メインイベントがね、はい、ライト級タイトルマッチとなっております。わー、これは楽しみな試合の一つですね、はい、そうなんですよ。だから、はい、で、会場がコザミュージックタウン音市場、はい、で15時からスタートします、はい、チケット3時からですね。そうです、はい、でチケットがワイルドシーサーグループ全店舗にて販売しております。ぜひご購入のほどよろしくお願いいたします。お願いします、はい、さあ、この放送は FM 那覇からお送りしております。皆さんからのメッセージ質問などお待ちしておりますのでメールをください。メールアドレスが天下一 FM@gmail.com、アルファベットで TENKAICHIFM@gmail.com です。さあ、それではひろとさん、改めまして、はい、今日からですね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。来週はまたゲストの方が、そうですね、格闘家の方が、はい、プロの方がいらっしゃるということで、うん、興奮しておりますので、また来週その興奮の様子がお届けできたらなと思います、はい、それでは皆さん、また来週、また来週。はい。